今日はですね、女子2人で栃木県に来ました。イエーイ。今ですね、下今市駅というところにいて、これから SL 大樹に乗って鬼怒川温泉の方に向かっていきたいと思います。2人ね、初めてなのでめちゃくちゃ楽しみなんですけど、ちょっとね、天気がね、あいにく雨なんですが、そんなことにも負けず楽しんでいきたいと思います。では校内に飾ってある天井をまず見ていきたいと思います。レッツゴーゴーね、レトロな感じですごい楽しい。こんな SL 大樹が分かるような施設が中にありました。蒸気機関車なんだ。乗ったことある？ないですね。蒸気機関車、私もテレビで見るかなぐらい。ね、本当に重さトンのレベルが分かる。いや、分かんないね。10トンじゃあ12トンいくよ。せーの、ドン。全然違います。いや、重い。44台分自動車にすると。あ、動いてる。そこに見えますか？そこに今います。SL 大樹のことが分かる施設が下今市駅の中にあります。よかったら皆さんも来てみてください。 SL 大樹が今から、私たちはあれに乗ります。おお、すごい、すごい、すごい迫力があります。今からあちらに乗って鬼怒川温泉駅の方に向かっていきたいと思います。まあ、車内販売でございます。フライアイスクリーム販売しております。いただいていきます。お願いいたします。こちらからいきますね。はい、ニコリー。はい、体重ということで、普段は2号車のドリームカーが使えるラウンジに来させていただきました。そして見てください。すごい、アイスをね、食べたいと思います。これ車内販売されてるので、ちょっと食べてみたいと思います。バニラ味とイチゴ味。黒いアイスって初めて聞きましたよ ね。開けてみる。いきましょう。じゃあ本当に、え、真っ黒。てかさ、これシャッフルしたらどっちがさ、分からないですよね、何味か分かんない。全く一緒。え、ちょっと食べてみよう。真っ黒なんですけど、見てください、めっちゃ黒い。黒い。いただきます。いただきます。あ、すごい。あ、美味しい。しっかりイチゴ。イチゴ、うん、バニラ。美味しい。ちょっとそっち食べさせて。ありがとう。めっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。これバニラ。うん、バニラ。うん。あ、さっぱり。うん、うん、美味しい。美味しい。じゃーん。じゃーん。鬼怒川温泉駅に着きました。これから観光していきたいと思います。イエーイ。はい、ということでトリックアート展に来ました。イエーイ。ちょっとね、今からいろんな写真を撮って動画を撮って楽しみたいと思います。女子旅最高。最高。行ってきます。はい、ということで SL 大樹に乗って足湯カフェに来ました。私足湯カフェって初めて来た。めっちゃいいですよ。めっちゃいいんだ。めっちゃいい。今ね、すごい湯気が出てるんだけど、まだ足は入れてないんだよね。入れる？入れます。いきます。え、あったかそう。せーの。熱いかな。熱いの？わかんない。あ、いくよ。あ、あったかい。あ、熱い熱い熱い。
か鬼怒川サイダーっていうのがご当地的なね売ってて飲んでみようか。せーの、乾杯。いただきます。いただきます。うん、おいしい。なんかさ、足はあったかくてさ、こうサイダーとか飲むのすごいいい感じ。おいしい。うん、こちら見てください。なんか炭酸氷っていうもののブルーハワイを2人で頼んでみました。ということでいただきたいと思います。いただきます。いくよ。いただきます。パチパチ。え、パチパチ、シワシワする。え、すごい、氷なのにシワシワする。あ、っていうかソフトクリームおいしい。シワ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 。うん、ね、おいしい、ね、めっちゃシワシワする。おいしい。後から来ますね。うん、おいしい、おいしい、ね、おいしい。せっかくね、ねぎまちゃんとこうやって女子旅ができたので、私たち2人とも一人暮らしなんですよ、うん、なので一人暮らしこれから始める方もいると思うので、いいところと悪いところ、メリットとデメリットをね、ちょっとお話一緒にしていきたいなと思っています。はい。ねぎまちゃんは一人暮らしをしてよかったって思うとこはどこ？よかった、うん、私とにかく一人でいることが好きなんですよ、うんうん、だからとにかく一人の時間が多いから、うんうん、それだけでストレス発散になる。あー、なるほど、うん、寂しさはなく？寂しさはなんかきっと一人暮らしこれからする人って寂しいんじゃないかって思ってる人がいっぱいいそう。確かに、うん、でも最初の、うん、なんかまあ数週間とか数ヶ月は、うんうん、ちょっとなんか慣れるまでは怖くなかったですか？うん、怖かった。あと友達とかに頼ったりね。そう遊ぼうとか行って結構泊まりに来てくれるし、うん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 、一人暮らししたら、うんうんうん、そうだね、そうだね、うん、実家より泊めやすいよね。泊めやすい、いつでも呼べる、ね、いつでも呼べる、うん、だから自由度は高いよね、うん、自由。デメリットは？デメリットは風の時、うん、もう風の時はもう本当に辛い。なんか熱さまシートとかを用意してたらいいけど、うん、買いに行く気力もないし、いやないよね、本当に。自分でさ、お粥とかも作らなきゃいけないわけじゃん、実家だとさ、作ってくれたり、薬とかもあるし、ね、うんうん、親のありがたみってすごいさ、みんな言うけどさ、うん、本当にわかるよね。いや、それは本当に、うん、絶対一人暮らしは知っておくべき、うん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 、だとは思います。なんかさ、男性もさ、しててくれた方がさ、うん、いいよね。なんか結婚とか、そうそうそう、あ、確かにそれは絶対にいいと思う。結婚の時に男性も一回一人暮らしをしててくれたりしたら、うん、きっと家事とかもできるんじゃないかなって思うから。多分一人暮らししないと考え方変わらないですよね。うん、やった方が、なんか嬉しい、うん、別に実家暮らしからのでもいいけど、うん、一人暮らしを経てる男性は強いと思う。強いね。ご飯作るとか、ね、そうそうそう。なんか何かしら作れるような気がする、うん。あとデメリットって、私結構一人暮らしライフ楽しんじゃってるから。デメリットあんまりないんだよね、うん、まあ、たまにその風で弱った時とかに寂しいなと思うぐらい、うんうん、あとは楽しいよね。収納は多いお家に住んだ方がいいですね。絶対クローゼットは本当に見た方がいい。ウォークインクローゼットがね、ついてるお家。ウォークイン欲しかった。私も今違うんだよね。そう、うん、あ、一人暮らしの時の、うんうん、鍵のチェックとかコンセントを抜いたかとか、うん、アイロン切ったかとかも全部自分にかかってくるじゃん。あ、それは怖い。責任が、だから火事になってたら、そうそうそう。なんで私は家を出る前に奇妙な行動を撮るんですけど、あ、写真撮るの。知ってる。そう、でもこんな心配性でも写真に撮れば不安は軽減されるから全然 OK、うん、だから一人暮らしで困ったことといえばそんなないね。一人暮らししたいなと思っている方は前向きになってほしいぐらい、なんかデメリットって私たちの中ではそんなにないです、うんうん、何か参考にしていただければいいなと思います。これ美味しいね。美味しい。ちょっと溶けてきちゃったけど、ね、ちょっと食べよう食べよう。はい、ということで今回の旅で利用した SL 体重なんですけれども、新宿や浅草からリバティやスペーシアで約2時間弱で来れちゃいます。ちょっと近い、近い、うん、てか近かったよね。近かった、近かった。なので夏の計画まだ立ててる方いらっしゃると思うので、夏の旅行にいかがでしょうか。鬼怒川めっちゃ楽しかったね。詳しくは概要欄に貼っておきます。そしてねぎまちゃんのチャンネルでも橋を渡ったりしたんだよね。女子旅の様子をお届けしているので、そちらもぜひぜひ見てみてください。概要欄に貼っておきます。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。